どうも。 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが1月23日の火曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースの最新情報まとめです。広く細かい複数選手の最新状況をお届けしていきます。各選手の細かな動きを知ることでまた違った見方もできると思いますし、前後関係、時系列の破綻なく一本見ていただき、有益な時間にしていただけるようまとめていこうと思いますので、よかったらオフの情報収集にご活用ください。では早速お話をして ていきますがタイガースの最新情報をまとめまずは今日この選手に触れないわけにはいかないでしょう原口選手ですね原口選手は昨シーズン54試合に出場し打率が1割9分2厘。代打中心の起用法ではありましたが一軍キャリアの中で見ていくと打率はワーストだったんですただそれでも開幕カードの3戦目ワンストライクからの代打起用で一発放つなど原口選手らしい勝負強さを見せてくれるシーンというのもありましたで原口選手は昨シーズンを振り返り 本当にリーグ優勝、日本一の場の中に入れたのは野球人としてもいい経験になった。 一つでも二つでもチームに貢献できたことは嬉しいけどもっと貢献できることが今後の課題ですと。まあ、やっぱり原口選手の昨シーズン振り返るともうチームのムードメーカー的存在バモスという合言葉もう我々ファン知らない方いないぐらいねもう浸透しましたけれども試合前のエンジンでチームを鼓舞し大型燃焼につなげていくそういう流れというのもありました。で、そんな原口選手は今シーズン2024年順調にいけば FA 権を取得します。まあ、大体シーズンの3分の1ぐらい1軍登録されていれば、まあ、FA 権取得かなという 流れなんですが今年もチームの精神的支柱としして期待したいただ、原口選手、今年はキャンプ2軍スタートです。まあ、ただこれに関しては岡田監督なりの考えがあるかなと言いますか、まあ、糸原選手と原口選手が同時に2軍キャンプスタートですからね、野手の中では経験豊富な2人、まあ、しっかり調整して上がってきてくれるだろうと、まあ、そういう考えがあるかなというふうに考察します。で、原口選手は2軍スタートについて、公式戦の戦う準備をしていくだけ、場所は関係なくって感じですね。 結果を出さないと、次の1出す気はもらえない。ボンダの内容も高めていかないとと、このように話をしていましたが、経験豊富な原口選手の存在というのは、間違いなくチームの未来を明るく照らしてくれると思います。まあ、特にドラフト4位ルーキー、桃崎選手が、憧れの先輩として、原口選手の名前をずっと挙げてました。で、原口選手が2軍キャンプにいる期間、桃崎選手をはじめ、それぞれの選手がいろんな話を聞けると思うんで、桃崎選手はそのことについて、 バッティングのことは自分の形にこだわることも大事かなと思うんですけど、自分の尊敬してる方なんで、その方に少しでも多くいろんなことを教わりたい。本当にすごい人です。本とかも買ったりしてましたと、桃崎選手は目を輝かせていました。で、今日1月23日、なぜ原口選手の最新状況をお届けするのか、桃崎選手が尊敬している選手、まあ、生き様に対してね、桃崎選手は憧れを抱いてるんですが、皆さんご存知の通り、原口選手といえば2019年の1月、大腸がんの手術を受けました。で、特にその年の復活劇というのは本当に感動 しました苦しいところから這い上がり、まあ、マリーン戦ね、レフトフェンス直撃のタイムリーツーベースを打ったり、まあ、それこそオールスターで2試合連続ホームラン。僕も甲子園で行われた第2戦、雨降ってましたけどね、もう本当に熱い戦い、現地で見させてもらいました。まあ、近本選手、梅野選手、そして原口選手と、まあ、タイガース勢3本出て、まあ、特に原口選手のホームラン見た瞬間、涙止まりませんでした。で、原口選手は実戦復帰後も常に戦い続けてきました。ですが、本日1月23日、自身の X、旧ツイッターを更新。 大腸癌の感知を報告しました。今朝、最後の診察を終え。 2019年1月に手術を受けた大腸がんが完治を迎えたと告げられました。皆様からの温かいご声援と関係者の方々の支えのおかげで歩むことができた5年間です。本当にありがとうございました。家族と過ごせる野球ができる毎日に感謝をしながら今年も全力でプレーしますとこのように投稿。いやもうとにかく良かった。本当にその思いにつきます。まあ、原口選手がこの投稿してから、まあ、撮影しているこの段階で5時間ぐらいしか経ってないんですが、いいねの数は9万超え。これはもうタイガースファンはもちろん原口選手の過去の流れを知ってる 人からすれば本当におめでとう。まあ、そういう思いからね。まあ、これだけ注目が集まってるのかなという風に感じます。先ほどもご紹介しましたが、原口選手は順調にいけば今シーズン fa 権を取得します。1。軍での実働8年間496試合に出て放った。ヒットの数は259本ホームラン27本打点が41。 打率が2割7分4輪、出塁率が3割4分9輪、OPS は755ということで、まあ、ここ最近は代打がメインの起用法にはなっていますが、それでも通算打率2割7分超えてて、OPS も700中盤ですからね、改めていい数字残してくれてますよ。今のタイガースはチーム全体見ていた時に、本当に若いです。だからこそ原口選手のような、いろんな経験をしたプレイヤーがチームにいてくれると、それはもう精神的な柱として、で、もちろんゲームに出ての活躍もそう。これから長く強いタイガースを作っていく中で、間違いなく欠かせない戦力 だとと思いいまます本当ののの意味で完全復活ななるるこ2024年一体どんな姿見せててくれるのか注目していきましきょうさあ、ということで、タイガースの未来を考えても、非常に明るい情報が入ってきました。で、その中でここからは、未来のタイガースを照らしていく、そういった話をしていきたいなと、まあ、ドラフト候補最新情報ですね。まあ、2024年のドラフトまではまだまだ時間ありますが、今タイガースがどういう選手をピックアップしてるのか、まあ、どんな選手に注目してるのか、なんとかこのチャンネルでもご紹介してきました。例えば、関西大学の金丸投手。 最速153キロ差は現在関西学生野球リーグ18連勝中、まあ、去年の秋は6投板で6勝2貫風含む4貫投を記録3年間通算で脱三振率は11.73ということでタイガースはもちろんのこと2024年のドラフト全体考えても間違いなく1位候補3月上旬に行われるサムライジャパンの試合ここにもしかしたら金丸投手が入ってくる、まあ、そういう話というのもありますんでもしかしたらタイガースの若手選手と共にプレーするその可能性もありますからね ま、金丸投手がどういう姿を見せてくれるのか本当に楽しみですし、そしてもう一人ご紹介したのが、こちらも関西の選手、大正代の渡辺選手ですね。関西ナンバーワンスラッガーとも呼ばれている選手で、まあ、タイガースは年始の練習に見に行ったりと動いてますからね。ピッチャー、ヤシとわず、いろんな選手が注目されている中、もう一人、名前が上がってきました。次は高校生です。それが兵庫県のスマ・シ風高校、牧野春人投手。ま、スマ・シ風といえば、佐伯投手の出身校。牧野投手は182センチ、82キロ。まあ 投手ほどまではいきませんが身長も大きく持ち玉はカーブスライダーチェンジアップスプリットいろんなボールを持っていてマックス143キロすでにコンオフだけでタイガースを含む7球団のスカウトが視察に訪れているそうです佐伯さんのようになりたい憧れの先輩の背中を追う牧野投手、まあ、実際投球映像を見ましたが投げる瞬間もうグラブの使い方大きくね、まあ、左手を上げるその姿というのはここは佐伯投手に似てるなーって感じましたね、まあ、ちなみに高校時代佐伯投手のマックスは148キロだったんで 投手も一冬を超え、まあ、春夏とどんどん実践で投げていく中もしかしたら同じようにねまあ、急速も伸びていく可能性ありますからタイガースも練習に訪れているということで間違いなくドラフト候補として名前が上がる選手でしょうまあ、ですので今と未来様々な情報タイガース内でも出ていますがもう一つ未来に向けての話で言うとこの1月に行われるドミニカでの大規模トライアウト皆さんご存知の通りタイガースは2025年の3月二軍施設が新しくなりますで、それによってより施設も充実になっていくんで新しい選手を獲得でき なんならスケット選手を早めに囲うまあ、育成という形でね獲得するんじゃないかまあ、そういう話というのも出ていますまあ、もちろんそれは現地で動きを見てからの話になりますがまあ、そういった金の卵を見つけることができるかここも重要になりますで、そういった今のタイガースを支えるべく名前が上がってきたのがスケットのスケットタイガースでも大活躍してくれましたゴメスさんですいやーまた懐かしい名前が出てきましたねゴメスさんといえばやはり1年目2014年でしょう 143試合ゲームに出て、打率2割8分3厘、ホームラン26本、打点109で打点王。で、やっぱりゴメスさんといえば1年目の印象が強いかもしれませんが、まあ、それでもタイガース3年間見ていくと、425試合で、打率が2割7分、ホームラン65本、打点260、OPS801 ということで、いやもう改めて噛みスけったでしょ。で、なぜこのタイミングでゴメスさんの名前が上がってきたのか、それはタイガース球団、様々な人が現地を訪れる際、球団関係者をコーディネーターとしてサポートしつつ、 チケット候補に対してプレ野球経験者として面談や助言することも可能まあ、そういう立ち位置としてゴメスさんが選ばれたそうですやっぱり球団関係者が現地にいられる時間というのも限られていますし1分1秒無駄にできないその中で現地を知る人がいてくれたらめちゃくちゃ心強いですからゴメスさんの存在というのもこれからタイガースの未来を照らしていく中で一つ大きなポイントになりそうですいやほんと阪神タイガース今と未来どちらを見ても本当にワクワクできる状況ですこの2024年一体どんな流れが待ってるのか楽しみにしていきたいなと思います はい、ということで、今回の動画では、タイガースの最新情報をまとめ、ご紹介してきました。なんといっても原口選手の病気が感知した、これがとにかく嬉しいですね。またこうタイガースが全体、またこうタイガースが一致、 またこうタイガースが一致団結できるような、まあ、そういう要素になっていくんじゃないかなということで、2024年、一体どんな流れが待っているのか注目していきましょう。皆さんは本日ご紹介した最新情報、それぞれどのように考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者5万2600人突破、いつもありがとうございます。 皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者5万3000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。この2024年もチーム一致団結、連覇に向かって、どういう戦い待ってるのか、楽しみにしていきましょう。ではまた